トトボルフメルセデスのチーム代表は、マックス・フェルスタッペンとその父親、ヨスとの会談を通じて、対立を乗り越え、共に協力できる可能性について話し合い、マックスが、メルセデスへの移籍を検討する場が整ったことを示唆した。彼は、特に、2021年のアブダビでの物議を醸した事件後に形成されたライバル関係にもかかわらず、フェルスタッペンが、メルセデスからレースに参戦する可能性について言及し、 彼とその父親との関係改善に向けた期待を表明した。私たちは常にお互いを尊重し、共通のユーモアを共有してきたとボルフは語り、さらに自身とヨスが牛が好きではないという共通点を持ち合わせていると付け加えた。レッドブルの内部問題とクリスチャン・ホーナーの不正疑惑、主要人材の離脱などの混乱が、ボルフにフェルスタッペンをメルセデスに誘い出す機会を提供した。 ルイス・ハミルトンの将来に関する不確実性の中、ボルフは、ルイスの後任として、興味深いドライバーのグループは、ほんの一握りだと述べ、フェルスタッペンが、その一人であることを認めた。最終的に、フェルスタッペンのレッドベルトの契約には、マルコやホーナーが退団した場合に、退団を許可される条項が含まれており、これが、ボルフにとって、フェルスタッペンをシルバーローズに迎え入れる希望となっている。コメント、トとボルフ、メルセデスのチーム代表は、 マックス・フェルスタッペンとその父親、ヨスとの会談を通じて、対立を乗り越え、共に協力できる可能性について話し合い、マックスがメルセデスへの移籍を検討する場が整ったことを示唆したという記事。もともと古くからの知人であり、幾度となく、移籍の話が出ています。例えば、レッドブルの PU がホンダに変わったとき。今回も、移籍の話は出ていますが、マルコがレッドブルを追われるようになれば。 現実味を増したと思います今現在は、レッドブルも停戦中とかで表面上は穏やかですので、差し迫って移籍はないのではと思っています。何より移籍する理由が見当たらないということでしょう。メルセデスのマシンでチャンピオンを狙うのは難しそうですし、マルコが対談する様子もなく、今のところ、移籍の兆候はないと思います。